おい、お前、青木か？ん？あ、桐生さんですか？堂島組の？そうだ、覚えていてくれたか。実は久しぶりに町に帰ってきてな。お勤めご苦労様でした。10年、長かったですね。お前、俺が無所に入ったのを知ってたのか？そりゃ、当時この町にいた奴らは全員知ってますよ。堂島の竜が親殺したってね。一時はその噂で持ちきりでしたよ。そうだったのか。ところで、田村の奴はどこに行っちまったんだ？いや、田村さんなら5年前にお亡くなりになりましたよ。え？田村さん、10年前のあの日から桐生さんの事件を追い続けてたんです。絶対に桐生さんは親を殺すような人じゃないって。記者でもないのに強引な聞き込みとか繰り返してました。まあ、情報を扱う者にとっちゃ当然でかいネタだったんですが、ちょっと田村さんは普通じゃなかったですね。それで5年前、突然田村さんが町から消えたんです。そして1週間後、海からコンクリート詰めにされた遺体が上がった。多分知りすぎたんでしょう。そんなことが。ええ、俺も田村さんにはこの町のネタを多くもらっていたし、数年間はよく一緒に行動してたんで恩があったんです。それで田村さんの代わりにこの町のネタを集めてやろうって思いましてね。今じゃこうして記者兼情報屋になってるってわけです。で、桐生さん、何か情報が欲しいんじゃないですか？スターダスト？ああ、天下一通りのホストクラブのことですよ。ホストクラブ？ええ、10年前じゃ天下一通りにホストクラブなんてなかったでしょうが、今じゃ裏通りから表通りに進出してきてるんですよ。中でもスターダストは一番人気があるホストクラブなんじゃないですかね。そうなのか。桐生さんが10年前に通ってたセレナのちょうど向かい側くらいに店はありますよ。行けばすぐに分かります。他に聞きたいことはありますか？セレナってまだあるのか？セレナですか？ありますよ。10年前と変わらない場所にね。でも今日は営業してませんね。ママのレーナはまだいるのか？ええ、ご健在ですよ。今じゃ馴染みの客が来る時だけ店開けてるみたいです。私も一度だけ田村さんに連れられて飲みに行かせてもらったんですが、いい店ですね。最近この街じゃ珍しくゆっくり酒が楽しめる店ですね。そういえばさっき仕入れの業者が出入りしてたんで、明日は営業するのかもしれません。時間があったら行ってみたらどうですか？他に聞きたいことはありますか？中道通りで何かあったのか？ああ、あの騒ぎですか。正確な情報は分かりませんが、東城会の幹部クラスが中道通りのビルの一室で殺されたらしいです。幹部？ええ、警察もあれだけ来るってことは相当な大物でしょうね。ぶっちゃけ10年前の事件を思い出しますよ。堂島さんが死んだ時もあんな感じでしたからね。誰が殺したんだ？いや、まだそこまでは。でも話によりゃ内部抗争なんじゃないかって言われてますよ。まあ、桐生さんがいなくなってからの登場会はいろいろ揉めてましたからね。他に聞きたいことはありますか？そうか、ありがとう、助かったよ。いえ、ああ、今後も田村さんほどじゃないですが、ネタは提供しますんで、いつでも来てください。準備したぞ。
前何してんだ。店に何か用があるんですかね。オーナーの和樹に用があるんだ。なんと、どこの組のやつだ。あ、島の組だろ。俺らは誰の世話にもならねえんだよ。何の話だ。俺は和樹を探してるだけだ。どの組の人間でもない。たげんなよ。俺一目見りゃわかんだよ。どこどう見たって極道マンだろうが。てめえ何企んであがる。和樹さんに何しよってんだ。おいおい、別に俺はお前らと喧嘩するために来たんじゃねえんだよ。やめんなよ。くれ、ヤクザって言えば何でも片付くと思ってんじゃねえぞ。この町でもな、ヤクザの言いなりにならないで自分の力だけで一生懸命生きてる奴らもいるんだよ。少なくとも和樹さんはそうやってのし上がったんだ。てめえらヤクザに和樹さんの邪魔をさせねえ。だから俺はヤクザじゃねえって。人の話聞かねえ奴だな。うるさえ。俺はこの店命がけで守るんだ。何やってんだお前。すいません和樹さん、このヤクザが。道島の桐生さんですか。はあ、失礼しました。風間さんから伺ってます。どうぞ中へ。すいませんでした。俺、てっきり。いや、俺のミスだ。本当に、なんてお詫びすればよいか。気にしないでくれ。それよりお前、風間のおやっさんとはどんな関係なんだ。ええ。ゆうや、外してくれるか。はい。風間さんには、この店開いた時から世話になってます。みかじめも取らず、商売のいろはもわからない俺にいろいろ教えてくれたんです。今この店があるのもあの人のおかげです。そんな風間さんが先日店にいらっしゃったんです。大事な人を迎えたいからこの店を使わせてほしいって。なんか組の方には秘密ということで。そうだったのか。それでおやさんは。先ほど連絡したんですが、例の会長の件で身動きが取れないと。会長の件、何があったのか。ええ、東城会三代目世良会長が殺されたんです。何。昨日の深夜のことです。犯人はまだわからないんですが、ニュースでもさっき。何が起きてるんだ。わかりません。ですが堂島組長が亡くなって10年、今じゃ同じ東城会の組同士が水面下で町の利権食い合いしてるんです。堂島組を引き継いだ直後の風間組は一時期大きな力を持ちました。他の組も手出しができないでいたんですが、数年前内部から裏切って風間組を割った人がいたんです。誰だ。それは。おら、オーナー出さんかい。
すみません、探しちゃって。なんとかして追い払いますから。すみません、桐生さん。これはこれは、ようやくオーナーさんのお出ましですかい。島野さんのところの方ですね。まあね、うちらちょっと飲ませてもらおうと思っただけやねんけど、そこの兄ちゃんが帰れなんか言うもんやから。てめえら、みかじめせびりに来たんだろ。いいよ、今日は飲みに来ただけやから。嘘だ。酒飲ませろって言うとるだけやろが。すみません、大事な客人が来てるんです。今日のところはこれで。参ったな、ほんま、そんなつもりはなかったんやけどね。和樹さん、何やってんすか。俺はやっぱり納得できません。そんなクソみてえな連中に金払うなんて。言うや。クソやと。おいこらガキ、今わしらんことクソ言うたんか。言葉が足らなかったぜ。クソイカだ。なめんなクソガキ。言うや。なんやお前は。カズキ、ユウヤってやつの言う通りだ。こんな奴らに金を渡す必要はねえよ。はい。ふざけとんのかお前ら。おい、偽ごとぶっつるぜ。思い出した。あんた道島の組長を殺して無所行った。こりゃ島野の親父に最高の土産ができたわ。ジュさん。何やってんだこんなところで。島の組の縄張りじゃねえだろ。次はねえぞ。本当にお久しぶりです。ああ、出世したようだな、シンジ。出世っていうか、
キリュウさん、さっきの続きなんですが、風間組を裏切って内部を割った人。ええ、錦山さんなんです。錦だと。関西の5代目近江連合の本部長寺田をバックに、錦山さんはずっと独立の算段してたんです。近江連合。兄貴、俺は今錦山組の射程頭なんです。どういうことなんだ兄貴。あの人じゃなくなっちまったんです。だから風間のおやっさんは心配して、組の様子を見張るために俺を錦山組に送ったんです。信じ、おやっさんは俺に話があると言っていた。すぐにでも会えないか。明日は本部で三代目の葬儀が。おやっさんもその場を離れることはできません。それに100億の件もあって。何の話だ。東上会の金庫から100億抜かれていたそうなんです。緊急幹部会でその話が出た直後に三代目が殺されました。おやっさん、明日は葬儀場にいるんだな。ええ。まさか行く気ですか。でもまた島の組の連中に見つかったら。和樹、言うだけ無駄なんだ、こういう時のこの人は。10年ぶりのシャバだってのに、早速こんな騒ぎに巻き込まれるなんて、さすが兄貴。バカ言え。俺は無所でもずっとおとなしくしてたんだ。喧嘩なんて本当に久々だ。本当ですか？兄貴から手出さなくても喧嘩売られたりしてたんじゃないですか？最初のうちはな。だが挑発に乗らずに無視しているうちに向こうが根負けしちまった。おかげで模範囚になり、10年で仮出所だ。あの喧嘩っ早かった兄貴が10年間喧嘩ゼロと。ま、そんなところも兄貴らしいですね。全然おかわりなくて安心しましたよ。変わってないか。あれ、どうかしました？実はここに来る前、ある男から俺がこの10年ですっかり弱くなっちまったって言われてな。自分でも技の衰えを実感していたところだったんだ。そうですか。でも兄貴のことです。すぐに昔の感覚を思い出して10年前みたいにキレのある技を出せるようになりますよ。だといいんだがな。それで葬儀会場の件ですが、東上会の連中が大勢いますから、兄貴の正体がバレるとまずいことになります。正直何が起こるかわからないですから、できるだけの準備はしておいた方がいいですよ。もう準備はできましたか？わかりました。じゃあ少し明日のことを打ち合わせましょう。本当ですか、柏木さん。何驚いてんだ。お前のここ最近の働きからしたら別におかしな話じゃないだろ。でもまさか俺が自分の組を持てるなんて。とはいえ、いきなり組持てって言っても手駒がいねえだろう。うちから腕利きのやつを何人か出すから、そいつらうまく使ってしのぎについて勉強しろ。柏木さん、ありがとうございます。礼なら風間の親父に言え。これはもともと親父が言い出したことなんだからな。おやさんが？親父もそれだけお前には期待してるっていうことだ。それに桐生のこともある。え、桐生がどうかしたんですか？
あんなことになっちまったとはいえ、いつか桐生がシャバに出てくる日が来る。体裁上破門ということになっちゃいるが、絶縁じゃねえ。復帰の目もあるだろう。だが親殺しのあいつを風間組で引き取るわけにはいかん。だからお前が桐生の受け皿になってやれ。俺が桐生の？そうだ。戻ってきたあいつの面倒を見れるのはお前しかいない。お前が錦山組をでかくしてあいつを迎えてやれ。はい、俺桐生のためにも頑張ります。親父、すんません。それでそいつはほんまにあいつやったんか？へえ、間違いありまへん。そうか、桐生帰ってきよったか。なあ、キリュウは相変わらずごっついやつやったんか？ええ、そりゃもう。そうかそうか、ご苦労やったの。ちょっと手出してみや。ご機嫌やさかいな。指二本で許したるわ。いいですか、兄貴。これが東城会本部の見取り図です。この本部施設の中に風間のおやっさんが。建物の裏口は比較的手薄です。下手に塀を越えたりすればかえって怪しまれますから、正面から弔問客に紛れ込んでいきましょう。正門から入ったら突き当たりまでまっすぐ。そこを右に入った先が裏口です。俺はそこで兄貴を待ちます。本日はお忙しいところ誠にありがとうございます。こちらにお名前をご記入ください。名前を書くのか。これでいいのか？はい、ありがとうございます。すいませんが、どちらの組の方でしょうか？昔堂島組にいた。そうなんですか。堂島の親父も
10年前に桐生っていう男に殺されちまいましたからね。で、今度は世良会長も死んでしまうなんて。私は誰かが裏で糸引いてるんじゃないかって思ってるんですけどね。まもなく告別式が始まるので、会場内でお待ちください。後で絶対に始末書を書かされるな。あ、いや、葬儀のバイトでここに来てるんですが、喪章をどっかに落としてしまって、あれがないと裏口に入れないんですよ。はあ、どうしよう。確か外の受付の近くで落としたみたいなんだけどな。あ、それ私がなくした紋章、見つけてくれたんですね。ありがとうございます。助かった。しかしマネージャー、喪章は探し出したじゃないですか。そういう問題じゃないんだよ。あれほどあの喪章は大事だと言っただろう、君。しかも似たようなミスを今まで何度もしているじゃないか。あ？そうですか。わかりましたよ。こんな仕事こっちからやめてやりますよ。おい！あ、さっき喪章を探してくれた人ですね。ありがとうございました。何やら上司と揉めていたようだが。見てたんですか。実は喪章をなくしたことがバレちゃいまして、減給とか処分されそうだったんで、こっちから辞めちゃいました。そうか。もともとこの仕事私に向いてませんでしたし、あのマネージャームカつくやつだし、ちょうどよかったですよ。せっかく探してもらった喪章ですけど、さっきゴミ箱に捨てちゃいました。もう私には関係ないですから。じゃあ私はこれで帰ります。おう、葬儀関係者か。そろそろ葬儀が始まるから準備してくれ。
ちょっと顔を貸してもらおうかい。関西の5代目近江連合の本部長寺田をバックに、錦山さんはずっと独立の算段してたんです。近江連合、正面から堂々とはの、道島の桐生は。なぜ近江連合が俺を頼まれたんや。あんたの元兄弟に錦山の組長さんから写真の男を捕まえろってな。錦が、なんや、堂島の竜言うてもこの程度かい。シンジ、実は今ここに来る前に襲われた。え？近江連合のやつにだ。どうも錦が指示してるらしい。まさか。だって錦のおじきは俺にはそんなこと一言も。おまじにしろ。分かったな。はい。とにかく風間のおやすさんのところへ。兄貴、ついてきてください。葬式って言ってもみんな心の中じゃ何考えてるか。何せ東城会の三代目が死んだんです。後目が誰になるのか、殺したのは誰か、どいつもこいつも腹の探り合いですよ。最近は葬式あげるのも一苦労だって上の人間が愚痴ってました。
兄貴が勤めに行ってる10年間で法律が厳しくなったんですよ。おかげで仇との付き合いも難しくなって、今時組葬なんてどこの葬儀屋もビビって受けたがりません。ああ、そんなご時世でこれだけでかい葬式挙げられるってのは、まだまだ登場界の力が衰えてないって証拠ですけどね。兄貴、到着しました。この部屋でしばらくお待ちください。今、風間のおやさんを呼んできます。カズマ、おやすさん。10年だ。俺はお前に何もしてやれなかった。全部俺がやったことです。おやすさんは何も変わらねえな、お前だけは。おやすさん、何があったんすか。登場会は、それに錦はあったのか。あいつに。いえ、あいつはあの10年前の事件からすっかり変わっちまったんだ。妹にお前、弓を亡くしたあいつはこの世界でのし上がるために手段を選ばなかった。俺はあいつが鬼になるのを止めてやれなかったんだ。おやすさん、もう一つお前に伝えなきゃならんことがある。弓のことだ。ええ、行方不明って。それなんだが、弓は。おやす！風間のおじき！てめえ！お前、桐生！桐生？あ、なんやお前。堂島の兄の次は風間か。何考えとんじゃ。しまな。おお、お前ら絶対に生きて返すんやないで。
州王女聖夜気流。カズマ、逃げろ。カズマ、弓を、100億を頼む。行け。Yeah!
援護するぞ。おいこら覚悟しろや。Team!
ここは通さへんで。ここがお前の墓場や。Yeah!
気ばっかりだろ。待ちしれ！てめえ、もう一回言ってみろ！こんな定例会、意味ないって言ったんですよ。なんだと？お前と話すくらいなら、バスへのキャバクラでブサイクな女とダベってる方がよっぽど有意義なんだよ。てめえ、もう一遍言ってみろ。組長さんよ、ここらで一つはっきりさせときたいんだがな。俺らは風間の親父に言われたから仕方なくてめえについてるだけなんだよ。何？風間の親父から俺のしのぎがどんだけ太い稼ぎか聞かされてねえわけじゃねえだろ。そいつが俺の格ってやつだ。ならそれなりに扱われねえとな。あの桐生ならまだしも、おめえみてえな幹部に尻尾振るしか脳のねえ青二歳に指図されるなんてまっぴらごめんだ。こっちは勝手にやらせてもらうぜ。てめえ、まだ話は終わってねえぞ。黙って見てな。しのぎのお手本ってやつ見せてやるからよ。ここまでだ。観念しろ。ぶっ殺してやる。終わりだ。おい、なんじゃ。おお、誰だこれ。何者だ。たった今、広域指定暴力団東条会三代目会長世良勝氏の葬儀会場から届いた映像です。詳しい情報はまだ入っていませんが、一人の男性が突然暴れ出したとのことで現場は大混乱になりました。男性の身元はまだ分かっていません。続報が入り次第お伝えします。出所二日にしちゃ派手にやってんな。あんた、寂しいこと言うじゃねえか、キリュウ。伊達さん。風間が？ああ、無事かどうかも今は。だが風間の言ってたその100億という意味、奴は何をお前に伝えようとしていた？わからない。そうか。伊達さん、なんで俺を助けるような真似？
4か。あんた丸棒に10年前の堂島殺し、俺は上の意向を無視して突っ走って、結果一家下ろされて今はつまらねえヤクザの相手してる。お前と同じ、今じゃ組織の鼻つまみだ。女房と娘も愛想つかして出て行っちまった。お前に関わったおかげで人生が狂ったんだ。キリュウ、俺は今三代目の世良の殺しを追ってる。手貸せ。あんたには助けてもらった借りがある。だが今の俺には、東条会の100億が消え、三代目会長が殺された。そしてさっきの騒ぎの中心はお前。事件は動き出したんだ。桐生一馬の出所を待っていたようにな。持ってろ。今じゃガキでも持ってるんだぜ。俺は100億を探ってみる。お前はその由美って女か。その二つの山は必ずどこかでつながってる。お互いに協力した方がいいんじゃねえか。そうだな、分かった。お前何か手がかりはあんのか。いや、とりあえず昔の馴染みに会ってみる。セレナって店だ。そうか。マスター、話は済んだ。もう店開けて構わないぜ。はい。お前が無所に入ってる間にカムロ町も様変わりしただろう。ああ、馴染みの定食屋がなくなってたな。占領通りにあった店か。あそこは潰れてデートクラブになって、それも潰れてキャッチバーになって、まあそれも潰れて、あれ次なんだっけな。そこの桐生ちゃん、止まりなさい。お、何？ああ。よ、出さんかい。
さすがや。ちょっとそがら。偉そうにしてんじゃん。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
いらっしゃいませ。ありがとうございました。またな、キルちゃん。久しぶりだな、レイナ。キリュウちゃん。そうだったの、風間さんが。でもキリュウちゃん突然来るんだもん、驚いちゃった。悪いことをしたな。今に始まったことじゃないけどね、レイナ。おやっさんは俺に言った、弓を頼むってな。あいつのことを何か知らないか。あの時病院から失踪したって聞いてからは何も。でもね、キリちゃん、5年前ここに水木って女の人が訪ねてきたの。彼女、沢村弓の妹ですって言ったわ。弓に妹が。
でも妹がいたことはユミちゃんも知らなかったはずよ。ユミちゃんだけ生まれてすぐ生き別れになったんですって。そうだったのか。で今その瑞希は。それが詳しくはわからないの。瑞希ちゃんちょくちょくここに顔出してくれてね。そのうちユミちゃんがいたこの店で働きたいって。4年くらいいたんだけど、去年急に自分のお店を持つことになったの。お店の名前はアレス。場所は？オープンしたら知らせてくれるってことになってたんだけど、まだ連絡ないのよ。こっちから聞こうにも連絡先変わっちゃってるみたいで。そうか。彼女ユミちゃんによく似てた。会えばすぐにわかると思う。ここに入れ墨入れてたわ、花模様の。ユミの妹らしくない。そうね。邪魔したな。またいつでも来てね。私にできることなら何でも協力するから。はあ。錦山君のこと聞かないんだ。それとももう誰かから？はあ。そう、自分の目で確かめるさ。人が何て言おうがな。ねえ桐生ちゃん、ミレニアムタワーって知ってる？5年前建てられた。そのタワーの裏に小さなバーがあるの。マスターは飲食店の元締めみたいな人よ。新しい店ができたらマスターに必ず連絡が行くわ。アレスの場所もきっとね。そのバーの名前は？バッカス。